鴨川日東バス。鴨川日東バス株式会社。鴨川日東バスは、千葉県鴨川市周辺で、主に事業を展開するバス事業者である。1994年10月に、日東交通の鴨川営業所を分社化して、設立された。京成バス、小港鉄道との共同運行路線である。この路線が発着する御宿勝浦大滝地区は、本来、 小港鉄道の営業エリアであるが、当時の温宿町は、アクシー号で実績のある同社と、京成電鉄、当時に運行を要請、路線開設に至った経緯があり、2013年4月28日の県王道開通に伴うダイヤ改正で、小港鉄道が参入するまでは、同社と京成バスでの2社共同運行であった。途中の原鶴舞バスターミナルにて、 羽田空港、横浜駅方面のバスへ乗り換えができる。日東交通、東急トランセとの共同運行路線である。日東交通グループにとって初めて渋谷へ乗り入れる路線である。回数券の設定はないが、パスモなどの IC カード決済で現金運賃より一律100円割引が適用される、木更津カナダバスターミナル上を除く。2019年、 平成31年3月1日からは、運行に、東急トランセが加わり、一般公募による愛称も制定された。愛称は、鴨川の海、イコール、シート渋谷の国、イコール、バレエを掛け合わせた造語である。その名の通り、房総半島を横断する形で、鴨川市と木更津市を結ぶ急行路線である。木更津駅にて、川崎、横浜、羽田、 品川各方面の高速バスに乗り継ぎができる。そのためか、案内放送では急行バスであるにもかかわらず、高速バスの位置づけとなっている。車両についても、路線バスタイプのものではなく、主に高速バスと、同仕様のもの、格下げ車が運用される。また、2005年、平成17年10月1日以降は、日東交通、三島線が続走までの運行。 現在は、小糸戸中島までになったため、君津市と四草、三島、清和地区から、木更津駅へ直通する唯一の路線になった。利便性を図るため、発行から3日間有効の往復割引乗車券、2000円を、本社窓口バス車内及び日東交通木更津駅、西口案内所で発売している。また、道路線専用回数券がを、 本社窓口及びバス社内で発売している。自家用車の増加などにより、利用客離れに歯止めがかからず、国、県、自治体が補助金で赤字分を補いながら運行を継続しているのが現状である。鴨川日東バスの幹線路線、立山系統のみ、立山日東バスとの共同運行で、運行区間のほとんどは国道128号線を介している。 また、利便性を図るため、往復割引乗車券、亀田病院、鴨川駅立山駅間1300円を本社窓口、車内などで発売している。ちなみに停留署名や案内放送等では、暗号等の旧国名を除いて、鴨川駅、小湊駅のように表示、案内している。ただし、この路線に限ったことではない。千葉県道34号鴨川安田線。 長坂井道を介する路線である。東京湾フェリー行きは、休行日に扱い、平塚入り口東京湾フェリー間となり、1日4、往復が設定されている。また、利便性を図るため、発行から3日間有効の往復割引乗車券、鴨川駅平塚本号間800円、鴨川駅東京湾フェリー間1500円を、本社窓口などで発売している。 ちなみに前世紀、1960年代は、鴨川、か佐港間を結ぶ、国鉄連絡バスの役割を担っていた。その名残からか現在でも、すき駅、吉尾駅と、駅とつく停留所があるのも特徴である。安房鴨川駅と情勢国際大学観光学部、安房キャンパスを結ぶ路線である。早稲田大学鴨川セミナーハウスでの情報は、 デマンド方式をとっている。そのため、当該停留所から、鴨川駅方面に乗車する場合は、所定の方法で乗車の旨を連絡しなければならない。かつて運行していた、一般路線バスの廃止代替バス、21条バスに橋を発する。運行形態は主に、同社で車両を用意する場合と、自治体が用意した。 自家用車両を同社が運転管理を受け負う場合の2種が存在する。これまで、鴨川日東バスが運行していた代替バス路線、鴨川市内の全線を再編し、鴨川市からの委託を受けて運行する路線である。コミュニティバスの運行にあたり、法定協議会が事前に運行事業者を公募したところ、鴨川日東バスに決定したことから、回数券、定期券は、 同社発行のものが従来通り使用できる。また、運賃は、他社路線と競合を避けるため、待機路線を採用しているが、競合のない成長ルートについては、簡易運賃制となる、初乗り200円と上限の400円のみ。安房鴨川駅は原則として、西口発着だが、出入庫と重複する便は、東口発着となる。専用ラッピング車両で運行しているが、 車検等で使用不能となる場合と繁忙期に増車する場合は一般車両が運用される。表記の運行区間は廃止時点のものである。鴨川市内、立山線。先日の鴨川市内、立山線の内鴨川市内から勝浦市のカ佐サを吉駅を結んでいた路線である。ちなみに停留署名や案内放送等では、カ佐等の急国名を除いて、 沖き駅のように表示、案内していた。ただし、この路線に限ったことではない。2019年10月1日以降は、にえもん入り口、誕生寺入り口を系統を新設され、運行している。先日の鴨川市内、立山線、立山系統の当時運行再開への布石となった、急行路線である、立山日東バスとの共同運行。当初は、病院休診日は、 全便運休となっていたが、鴨川市内、立山線への編入移行は、毎日運行に格上げされた。利便性を図るため、往復割引乗車券、1300円を発売していた、確定便では引き続き使用可能。安保鴨川駅と、太海公民館を結ぶ路線であった。横渚橋市太市会館は、大学線と同一経路。休日と年末年始は、 全便運休。あの日東バスとの共同運行路線だった。小塚では、長京線、当時、湯沢では、巨南町営循環バスにそれぞれ連絡、運賃は200円均一だった、当時。この路線の廃止後も、長京金谷線における、同区間、後に、平塚入り口湯沢間に短縮のみの利用に、限っては210円の均一運賃が引き継がれている。 鴨川駅前と県道24号線を介して亀山駅を結ぶ路線だった。代替バス、当時としては珍しく、県道区間内ながら有料道路を経由していた。現在はカピーナ号と鴨川市、コミュニティバスが一部区間を代替運行している。高木原と県道24号線、国道465号線を介して、高和田車庫を結ぶ路線だった。 現在は、鬼滅市、デマンドタクシーが、大体運行している。鴨川駅前と、県道181号線などを介して、裏の脇を結ぶ路線だった。現在は、鴨川市、コミュニティバスが、大体運行している。鴨川駅前を起点に、県道24号線を介して、循環運行などをしていた路線だった。現在は、鴨川市、 コミュニティバスが大体運行している、ふと駅と県道89号線を介して、ソリョ終点を結ぶ路線だった。もともとは、鴨川駅前、ソリョ終点間で運行されていたが、鴨川駅前ふとしか駅間は、鴨川市内線、当時と並行していた関係上、運行区間を短縮。以降は廃止まで記区間で運行されてきた。現在は、鴨川市。 コミュニティバスが代替運行している。天津駅と県道81号線を介して清澄温泉を結ぶ路線だった。登山バスの別称を持ち、車内放送でも同様に案内されていた。現在は鴨川市、コミュニティバスが代替運行している。国内4メーカーを揃えている。日東交通からの移管車両は前後、扉車、あとは引き戸となっている。 また、グループの中でも特に同社は、旧型車から新造車、遺跡車への代替を積極的に行っており、ノンステップバスやワンステップバスといったバリアフリー対応の低床バスも導入されている。また、行き先表示器の幕式から LED 式への移行率も高い。急行路線は、トップドアの高速格下げ車、トイレなしと一般路線車の両方が運用される。 車載機器については、整理券発行機、運賃箱は小田原機器製、運賃表示機はレシップ製、車内放送装置、LED 式方向膜はクラディオン製のものをそれぞれ採用している。ハイデッカーの前扉車、スイングドアが収益する。これまで化粧室が付いているのは東京線の担当車両だけだったが、現在は、 全線において化粧室付き車での運用が基本となっている。かつての行き先表示は当初幕式だったが、2001年、平成13年以降の新造車は LED 式に変更されている。合わせて一部の既存車も車体更新時に LED 式に改造された。車載機器については、整理券発行機、運賃箱は小田原機器製、車内放送装置、 LED 式方向膜はクラリオン製のものをそれぞれ採用しているが一部は一水製作所製の運賃箱を採用した車両もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。